なんだお前。こんな高い酒飲んじゃって、こんなのこの店じゃ市場価格の4倍は取られるぜ。誰だお前、うん、ボーイって感じじゃねえな。あーうめえ。こんないい酒浴びるように飲むなんて本当の酒飲みのすることじゃねえよな。何しかとしてんだよ、俺らんこと舐めてんのか。ん？どこの誰だって聞いてんだよ。おらてめえ何もんだこれ。よかったぜ、相手が俺で。これがヤーさん相手だったら戦争もんだよ。なんだよこれ、話と違うじゃねえか。え？話だと？秋山さん、何やってんすか。お前一人か。え？あ、はい、兄貴はまだ時間がかかるみたいなんで。そうか。何てめえらごちゃごちゃ喋ってんだ。そうか、分かったぞ。俺らをはめて戦争を始める気だな。さっきから何言ってんだあんた。うるせえ。こうなりゃこっちも焼けよ。お前らが誰だろうと知ったこっちゃに、全員ぶっ殺してやるぜ。てめえ人んちの島で暴れといて何言ってんだこれ。来んなお前は。え？これは俺の喧嘩だ。この店で起こったことは全部俺とこいつらだけの問題だ。上野とか金村は関係ねえ。秋山さん。やっぱり俺らの素性もバレバレってことか。俺はこの街でスカイファイナンスって店やってる金貸しだ。この喧嘩俺が勝手にやってるだけのこと。あんたたちがムカついてから絡んだだけだ。組織がどうこうは関係ねえ。てめえ舐めた口聞きやがって。いいね、気合入ってきたみたいじゃないか。久々に本気の喧嘩が楽しめそうだ。いいだろう、その分かりやすい挑発乗ってやるぜ。こっちはいつでもいいぜ。行くぞ、こんがじゃー。行くぞ。兄貴、あれが上野の連中か。新井さん、ちょっと来るのが遅かったね。はあ、相変わらずの強さですね。スカイファイナンスにうちら本職が手出せないのもよくわかる。勝手なことして悪かったね。こいつらちょっとムカついたもんでさ。
さすが新井さんだね。こっちの気持ちがよくわかってる。この世界に入って最初に覚えたのがこの動作でしたから。ちゃんと一発で火をつけないと兄さんたちに殴り飛ばされたもんです。そのことじゃないよ。え？なんで俺がこいつらと喧嘩したのか聞かないんだ。うちの親父に金貸した時の条件が関係してるんでしょう。やっぱり知ってたんだ。ええ、秋山さんともあろう人が何の条件もなしにうちの親父に金を貸すわけないでしょう。どんな条件か知ってる？まあ直接親父に聞いたわけじゃないんですが、金村の引退ですよね。俺はさ、あんたならいけると思ってんだよね。堂島の竜って言われたあの人の領域に。大かぶりすぎですよ。俺と四代目ではこの世界に足を踏み入れた瞬間から天と地ほどの差があります。俺が金村工業を継いだとこでその差は埋められませんよ。そんなもんなのかね。俺なんか空から金をもらってからあっという間にここまで来たぜ。そういえばそうでしたね。忘れてました。人間、チャンスは突然降ってくる。要はそのチャンスをもらってから一気に上り詰められるかどうかなんじゃねえのか。三次団体とはいえ組長は組長、のし上がるチャンスとしては悪くない。あんたも少し真剣に考えておいてくれ。あっ、 くっそあいつ。秋山さん、申し訳ありませんがここからは俺たちの仕事です。どうすんだあんた、その拳銃今ここでぶっ放すのか。そんな勇気があんたにあんのか。撃ったらこっちもそれなりの対応をしなきゃなんない。だがこのままおとなしく帰るってならこの一件はなかったことにする。どうだ。何を偉そうに。こっちは上の世話のメンツがかかってんだ。それは分かってる。だがあんたが撃てば俺も撃つ。なん？あんたらがどうしてこの店で飲んでたのかは問わない。だからその拳銃こっちに渡してくれ。くんな。兄貴、大丈夫ですか兄貴。くそ、逃げんぞ三島。大丈夫だ。脇腹をかすった程度だ。それよりもあいつらを。くそ。木戸。はい。ここはいい。お前はすぐにあいつらを追いかけろ。はい、わかりました。おい、起動。いいか、やつら捕まえても絶対に無茶な真似するんじゃねえぞ。はい。申し訳ありません。